ひまチャンネルのひまやんです。本日の企画はですね、僕はベルファイアからレクサス GS に変えた時のお金の話をしていきたいと思います。でですね、まだレクサスの方帰ってきておりません。で、まず代車っていうのもあって、まあ、今回せっかくなんで皆さんにお金のお話をしたいなと思います。それでは本日もサクッとやっていきましょう。それではお金についてお話をしていきたいと思います。で、今回のお話なんですけども、勝手のもう自分の独断と偏見でのお話になりますのでご了承くださいませ。で、またセダンのご購入をご検討されている方はぜひ参考にしてみてください。それでは自分の買った経緯をご説明したいと思います。それでは画面チン。それではベルファイアからレクサス GS に乗り換えたお金のお話についてお話をしていきたいと思います。それではですね、まずはベルファイアと、まあ、今の僕が乗ってる GS300H の比較になります。まあ、自分が予想して変えたものもありますんでご了承ください。で、まずはですね、年式は同じ2013年式となっております。それぞれベルファイアとレクサス GS ハイブリッドっていうことで、で、まあ、新車価格の方なんですけども、まあ、ベルファイア、僕当時ゴールデンアイズを購入した時に、まあ、大体全部で400万ぐらいかかりました。かたやもう一方の GS のハイブリッド、まあ、新車価格、まあ、車両本体価格とオプション価格を合わせたら、まあ、大体800万ぐらいはしとるんじゃないかなという予想で記入しています。でですね、ここの次、売却価格なんですけども、僕は以前ベルファイアで買い取りの動画を上げています。で、まあ、その時に高価買い取りっていう形で出してもらった金額なんですけども、こちらの方が126万円となっております。かたやもう一方レクサスは売却価格が、まあ、推定なんですけども約200万円で、これが、まあ、僕がこの GS ハイブリッド購入した金額なんですけども、まあ、はっきり言ったら270なんですよね。その中には、まあ、保証、まあ、2年保証なんですけど、とコーティングと、まあ、あと諸費用っていうのがかかって、だいたい270ぐらいになったんですけども、そこから計算したらだいたい200万ぐらい売却されとったんじゃないかなっていうので予想で立てております。こう見た時に明らかにベルファイアのリセールの高さが伺えるんじゃないのかなと思います。次は走行距離、僕は9万5000キロ走行して、片へもう一方 GS の方は8万1000キロの走行距離となっておりました。車検自体も僕は1年残っとって、 GS の方はまあ車検付きっていう形で2年ついております。ベルファイアの買い取りについては動画の方を過去に上げておりますんで、ぜひそちらをご参考にしてみてください。おおよそですね、僕がベルファイアで8年間乗った費用、車に対する費用って形になりますね。まあ、こちらが274万円かかりました。年間 22.8 万円ほどかかったんじゃないのかなと予測されます。かたやもう一方 GS ハイブリッドの方なんですけども、売却価格と購入価格を差し引いた計算なんですけども、8年間乗った費用で約600万ぐらいかかっとったんじゃないのかなと予想されます。で、年間50万円その購入価格に対してその売却価格から差し引いて計算したら、大体こういう感じなんじゃないのかなという感じで、まあもちろんこの金額以外にもメンテナンス代や車検代などはそれぞれかかっておりますんで、はい、こちら、まあ、レクサスの方なんですけども、問題点がございます。壊れた際には修理が高いです。部品代も高いです。今回僕が購入したのはハイブリッド車なんで、何年持つか分かんないんですけど、ハイブリッドバッテリーが多分どっかで壊れた時に交換せんにゃいけんっていうのはあります。
レクサス自体がそもそも1台1台点検を行って作られた車で、壊れにくいっていうのが売り文句の一つとされているんですけども、壊れた際には一つ一つの部品が国内メーカーの車と比べて高い、どの車もなんですけど、壊れたらっていうのを考えたら車は乗れなくなると思います。最低限自分はハイブリッド車なんで、ハイブリッドバッテリーのその約20万円ぐらいはかかってくるものと思っております。別のお話なんですけども、実は僕もこの車ネットで購入してます。また時期が来ましたらお話ししようと思っておるんですけども、僕の購入した車実は2箇所壊れてます。これについては販売店保証会社と現在お話を進めている最中になります。ですんで、またはっきりしましたら皆さんにご報告しようと思っております。で、実際にですね、僕がベルファイアからレクサス GS ハイブリッドに購入するのにかかったお金なんですけども、実際購入金額は270万円でした。ベルファイアの売却価格は126万円、差し引き144万円ほどこのレクサス GS ハイブリッドを購入するためにかかっています。5年ローで計算したら約2万5000円ぐらいという形になります。乗り換えて変わったことです。まずこちらの画面で燃費が、まず僕のベルファイアが、レギュラーガソリンでリッター9キロ。同じく GS ハイブリッドもレギュラーガソリンなんで、18キロ。約2倍ですね。に上がりました。で、ベルファイアと比較してなんですけども、安全装備がかなり充実しております。ブラインドスポットモニター、オートブレーキホールド、オートハイビーム、プリクラッシュセーフティーシステム、レーダークルーズコントロールと、もう安全装備が盛りだくさんって形になっております。オイル交換の費用なんですけども、この間変えたんですけども、そのベルファイアとそんな大差ないっていう感じで、ここは変わらないっていう形で書かせていただきました。他の違いなんですけども、まず乗り心地、静粛性、快適さ、全てベルファイアより上です。これはもう間違いないなっていう感じで、それは自信持って言えますね。以前の半年レビューの時にもご説明したんですけども、ほんまにこの3つ完璧って感じで、今は僕すごく満足しております。もう一つ、高級車に乗れる、ベルファイアもどちらかと言ったらワンボックスの部類で言ったら高級車になるんじゃないのかなとは思うんですけども、やっぱりセダンの高級車はちょっと格段に違うなっていうので、高級車に乗れるっていうのでいいかなっていうので書かせていただきました。税金の方なんですけども、こちらも変わりません。ベルファイアが、排気量 2500cc で4万、何もだったかちょっと忘れたんですけども、4万4、5000前後っていう形なんですけども、この GS ハイブリッドも同じくそのぐらいの税金の金額になりました。気づきの方なんですけども、ローンが25000円、僕毎月かかってくるっていうお話したんですけども、その分ガソリン代の方がですね、大体僕月2万5000円ぐらいベルファイアの時にかかってたんですけども、今大体平均して1万3000円ぐらいで収まっています。これが1万2000円分ぐらい安くなったっていう感じで、日々の生活の中での維持費っていうのは、そのガソリン代とかぐらいで、そんなに変化はないんですよね。燃費が良くなった分、ガソリン代が1万2000円ほど浮いたっていうので、追い金で、その車を購入費用として約150万ぐらい減価償却費として、5年ローンで毎月2万5000円かかってしまうんですけども、ガソリン代が1万2000円そっから引いたって思ったら、まだお得に大好きな車に乗れるんじゃないのかなといった感じでした。あとやっぱ運転楽しいですね。ベルファイアはいろんな楽しみ方もあると思うんですけども、車中泊もベルファイアの時めちゃくちゃしたっていうのもあるし、それはそれで楽しかったんですけど、今この車はシンプルに運転が楽しいですね。運転しとっていろんなところ行きたいなみたいな感じですね。あとまだ経験ないんですけども、煽り運転に合いにくいじゃないのかなって思います。快適すぎる、もう何回も言うんですけども、すごく快適に乗れてますね。はい。で、まとめの方なんですけども、今回いろいろ賛否両論あると思うんですけど、今回自分の購入経費としてご紹介いたしました。実際セダンは、中古車が圧倒的にお得です。でも売却は考えない方がいいです。かなりリセールが悪いっていうのもあるんですけども、セダン離れが影響しているのか、セダンの中古価格が下落しています。これはプレミア車両は別としてっていう感じなんですけども、自分は実際この GS 以外にも候補ありました。
まあ、レギュラーガソリン車っていうのを前提で探したときに、まあ、21系のクラウンハイブリッドで、レクサス IS300H、 レクサス GS300H、 この3つが最初候補に上がりました。そこから、まあ、レクサス IS、GS どっちにするかなっていうので悩みました。まとめの方なんですけども、まあ、セダンのご購入をお考えになられている方は、まあ、ぜひまず自分が今乗っている車を一括査定で高くまず買い取りしてもらいましょう。そこから次は新車価格から大幅に安くなっている高級セダン、まあこれが一番お買い得っていう感じですね。3つ目はやっぱり一番は大好きな車に乗るっていうのがまとめになります。でまあ以上で今回自分の場合をモデルケースとしてご紹介いたしました。完全に僕の独断と偏見でお話ししてきましたが、まあ、セダン需要が少しでも増えてもらえれば嬉しく思います。はい、それではですね、まあ、簡単にご説明したんですけども、ちょっと画面が後で見たら斜めになってたんで、そこはすいません。次回やるときには気をつけて撮影したいと思います。まあ今実際僕車まだ手元にございません。先ほどお話したネット購入をこの車してるんですよね。でその時にちょっと2箇所ほど壊れてたっていうのが、まあ、実際あったんで、また戻ってきたら皆さんにご報告したいと思います。でまあ、なかなかこういった動画ってあんまり見てないというか、あんまりないのかなっていう印象だったんで、まあ、せっかくなんで僕は実際今車を購入して維持費とか、まあ、そういったものですよね、皆さんにお伝えできたらなと思って動画の方撮りました。でまあぜひセダンもうすごく大好きなんで、やっぱりまあ需要が増えてもらえたら嬉しいなと思います。それではまあ今回の動画が参考になったなと思う方いらっしゃったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。